ポリス。お疲れ様です。お疲れ様です。今日も一日、はい、野球やって、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと足崩させてもらいます。すいません。疲れましたね。40期一同みんな集まって。今日は40期が人全員で集まったんですかね。北川、あ、すいません、三崎さんの名前から言いかしてもらった方が、三崎さんの名前からね、あれ、あれかなと思いますんで、三竹、宇高、タイソン、タイソン、なんちゃん、なんちゃん、黒田、黒田、田川、はい、石原、はい、その後の打ち上げの回に、はい、これまた幻幻幻、メイサード、メイサード、福田一郎、通称ファンキーということでファンキーと30何年ぶりですかね、これはね。30年ぶりじゃん。30年ぶりに再会を、再会果たすということできましたので、この動画初登場ファンキーこと福田一郎紹介します。来た来た来た、お願いします。どうもどうも、どうぞ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 。いやー、はるばるはるばる島根から、島根から来たよ。島根からやってきていただきました。久しぶりの再会ということになっておりますので、どうですか、近況、今何されてるのか聞いてみたいですね。ああ、そうだね。うん。野球に携わっておられるのか、おられないのか聞いてみたいと思います。どうですか、その辺。野球には携わってます。携わってました。はい。いや、いつぐらいから？やってんのは3年、4年ぐらい前かな。少年野球。うん、少年野球です。きっかけは？きっかけは子供ですね。あ、お子さんが野球やるよって。へー、あ、大輔パターン。それまでは PL の後、大学行かれて中央大やもんな。中央大、いけない。そっからは野球はもう全然やってなかった。関わらず、うん、関わらず。甲子園とかは見たり、見たりはテレビで見たり、うん、そうなんです。見てました、好きなの。ああ、うん、野球はやっぱ大好きでした。はいはいはい、うん。そうやすやす、中学、うん、ちょ、中央、大学行って、うん、帰ってきて、うん、ラーメン屋を売ったやん、うんうん。あ、そうなんや。そう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 。ああ、聞いたことある、聞いたことある、ラーメン屋。うん、そこの好きやった。豊中の出身、あ、同級生ですね。豊中の中学、小中、小中同級生で。ファンキーも料理好きやったの？作るのは好きになった。やっとったやっとった飲み売っとったもん。なるほど。そっから途中で消えてもたみたいな、うん。それからちょっと。それからなかなかちょっとなんか空白のちょっとやばい期間みたいな。同期の連絡が取れないっていう。あ、そうそう。ちょっとやばい期間があった。あ、なるほどね。人生いろいろありますから。うん、やばい期間が、これ見てる人がやばい期間の次郎知ってるかもわからないし。あ、そうな、うん。それちょっと言われへん。これは言わずに、これは言われ、言われんことはない。いや、言われんことはないけど、終わりとかしないよ。そうね、そんな変わってないもんな。そんな変わってないよね、体型も。体型も変わってない。そうかな、変わってないよ。俺はちょっと変わってる。だいぶやばい、だいぶ変わってる。ちょっとびっくりした。びっくりした。びっくりした。やばいよ。マジでやばいな、これ。一緒に今日野球やりたかったな。野球やりたかったね、うん、ファンキーなスローイングやっぱ見たかったね。こ、え、試合中やっぱ俺は声を聞きたいな。あいあいあい、でも声出すの、それで出す出す、マジで、うん、面倒でもあれやで、80ピート投げるって言ったで。なんでそんなあの遠い中あの人たちは体が強いの。いや、強いって強くなるな、うん、普通やで。普通やで。堀が弱いだけじゃん。堀が巨人。ああ、そう飯食うてへんやん。さっきもちょっと残しとったけどな。だから体が弱い。食べな。まず米食わな。食べれへんやつがな、一番言われたくないのが食わなあかんって。もうその時点でちょっとお腹いっぱいになってくるから。どうですか、改めて振り返ってみて、PL 学園での野球の。うん、いやいや、でもやっぱりあれが基本で今も、その気持ちを持ちながらやってますね、野球は。ちょっとなんか緊張してるな。ちょっと待って。共同緊張もあるかもわかりませんが、一番当たり障りのなところで。そうそうそう。なんか緊張してる。緊張してる。まあ結構の汗。すごい。
今日汗かいてないね。すごいもう大丈夫。え？大丈夫。大丈夫だろ。皆さんお待ちかねですよ。福田ファンがまたちょっとこうなんかざわつくんじゃないですか。ざわつくでこれ。ざわつくんじゃないですか。うわファンキーや。ファンキーや。あのとあの噂のファンキーや。噂のファンキー。ねえ、オリジナル T シャツファンキーって言ったの。やっとよ本当にそう見てたからね。何きっかけで誰かから聞いてくれはった。はい、そうきっかけ覚えてない。ああそう。うん。大輔超えたなと思った。すごいびっくりしたんだ。え、うん、小中と一緒やね。そうやばい。でも俺中学校より今超えてるかもわからない、ね。超えてるわ。中学の時結構デブやってんけど、もう今も超デブ。もういつもあれやもうここを寄せてもたら、あの大輔の母ちゃんが。ブーに痩せろよ、ブーに痩せろ言うたれよ、ブーに痩せろ言うたれよって言われてんね。やばいよな。無理でしょ言うて。もう無理かよ。いやもう無理やわ。この前断食してんけど、7キロぐらいかな痩せて、8キロ超えたみたいな。あかんやん。もうファンキーはだってもうなんかもうあれやったから、もうなんかあの寮でおったりしたら布団に入ってきて俺が嫌がってたりとか。必ず風呂入ったかって毎回言うから入っとるっていう感じ。そうそうそう、ほんで入ってくんねん。俺布団入られんの嫌やねん。でもファンキーはそれなら入ってくんねん。ほんであの入ってきてな、横近いねん。ほんでこのひげジョリジョリに当たんねん。そういうの俺覚えてるわ。気のせいやったもんな、風呂入ったから。そう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 。入っとるじゃん。ちゃんと入ってきたねとかね。ちゃんとじゃないやろ。ほんまやねん。これが BL や。なんか思い出に残ってることとかってあります？ BL 学園の時に。BL 学園の時に、いや、思い出しある。すごいやろ、俺は。パッと思いつくので今ちょっと一つ、じゃあ野球でグラウンドの残っていることと寮の残っていることあったとしたらどっちの方が印象残ってる？寮かな。寮やろな。もう大概あの二郎に関してはもう大概なんかあのご指導いただいとって、そうそうそう、もう常にご指導みたいな。やっちゃいかんことをやってしまう。もうすぐまたバレるみたいな。それ同じ豊中なんやけど、片やめちゃめちゃ容量ええ、要点ついてパッパッパ、片や容量悪い。もう漫画みたいなね。いい悪い。そう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 。全くそのとおり。ファンキーはそんな感じやった。だいぶ浮かれとったもん。容量の悪さで言うたらやっぱ石原か、ファンキーか。このツートップやな。ツートップ。断頭的やもんな。ちょっとお前あの容量の悪い2人で1時間ぐらい喋ってほしいから。2人でちょっとおもろいな。あれどうやったん、あれどうやったんとか、あっちゃんどう、なかなか、え、わかんの、2人並んだ事件やってるから、うん、お前な。お前な。容量悪くて、なんちゅうの、ある意味打たれ強い方っていうのはやっぱサードいけるんやな、だから。あ、そうや、サードや。そういうことやもん。あな、二人ともサードやな。バッピーもすごかったよ。バッピーもすごいわ。バッピー投げたね。よう投げてたよね。毎日やったね。バッピーも。ファンキーが誠かじゃん。そうそうそう。で、合間に切ったみたいな。そうそうそう。切ったわけもいいんだよな、バッピー。ひたすら言っとったもんな。あれに肩痛めてないもんな。肩ないね。肩と肘は痛めたことない。一回もないわ。逆に痛めたところどこだったよ。痛めたところあった。腰か。腰か。いや、腰もない。いや、痛めたことないわ。でも強いかね。強いね。強いね。胃腸は弱い。胃腸は弱い。あれは無理やった。胃腸は弱い。胃腸は弱い。下剤。下剤事件。ちょ、何それ何それ、下剤事件、ちょっと俺今思い出されへんわ。どうだったっけ、下剤、サブちゃんに下剤飲まされたんちゃう、うん、なあ、サブちゃん。サブちゃんだよ。なんでそうそうそう。なんかわからんけど、なんか。いたずらで、うん。多分、いたずらやったよ。うん。サブちゃん。嘘。あまりにも強すぎるからさ、こいつこれ言っても全然いけるんちゃうか思われたけど。その強さはどっから来てんの？めげへんやん。あの石原といいファンキーで容量悪くてご指導いただく人ってめげないやん。このめげないところでどこにそ
その源泉があるから気にしない気にしない気にしないこれはね気にしないけどもう、うん、わパッとこう切り替えれる、うん、パッと切り替えもう終わり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 多分一緒やと思うね一緒違う違う いや、うん、そこまでな石原はそこまでな強ないと思う、うん、ちょっとやっぱ繊細さあるもんあの子なんか無理して頑張ったタイプだと思うよだけど負けず嫌いなとこあるからな負けず嫌いすごいやろ、うん、もうお前負けず嫌いとかどうか関係あらへんもんな何かな気にしない気にしないあれももう来る瞬間って分かんのあこれ多分行かれるわみたいな分かる分かる求めてるんかもしれない一番分かりやすかもしれない欲しいかもしれないそれがやばいなやったんかっていうのもあるかもしれない、当時がそうかもう数多すぎて覚えてない誰でやれるか気にしない順番に消していかないなでも終わったら終わり終わり終わりそれがなんかあの社会で生きてたりしますか、うん、切り替えが早いのがいい切り替えが早さね、うん、あやっぱね、令和の生き方はそういう方ですよねじゃあまた清水さんとこはい、え清水さんとこまだ行ってないもんな行ってないもう多分めっちゃ緊張するよ今何も言うもうすごい緊張してるあの行ってないじゃなくて行かせてみたいな緊張しすぎてですね緊張しすぎてこれがビエルやまた来年も多分この時期ビエル40期近代さんやったり郁恵さんとかでこうあの試合させていただくようになっておりますのでその時には試合に来てくれるかないいと思うって言わないけどそうだ今のって言わないからいややっぱり試合の今度はあれねファンキーみたいねやっぱりもうサードだけ取っておきたいみたいなずっとお前わかりました頑張りましたよっしゃよっしゃじゃあまた来年も来てくれるということで僕初登場ファンキーこと船城さんありがとうございましたありがとうございました。